ふさきちから1942年4月は、第二本帝国陸軍軍人。最終階級は、陸軍少将。高4級。旧制、十字。武前国菊軍小倉出身。十字。急増の三男として生まれ、1893年2月に、金田厚志優の養子となった。1891年7月、陸軍士官学校、第二期卒業。 1892年3月、不評勝利に任官し、この F 不評を第一連帯付けとなる。陸軍幼年学校在学中から、中国語の習得を命じられており、日清戦争の際には特務に従事し、さらに台湾政党に従軍した。日露戦争時には、馬山浦、三河、陳南浦上陸、平坦計測のための特務に従事し、さらに柳十頓、栄光上陸。 両末輸送にあたり、1905年に少佐に昇進して、不評第50連隊大隊長となった。1914年9月に札幌連隊区司令官、1916年11月に陸軍不評大佐、1917年8月に不評第68連隊長を歴任。シベリア出兵では、ハルビン、マンシューザとアンチピハに派遣された。 1920年8月に陸軍少将に昇進と同時に退名。同9年12月に予備役に編入した。その後、岐阜市に住み、岐阜県教育会副会長、岐阜県社会事業協会理事などを務めた。ありがとうございます。